え見てるとやりたくなっちゃう。フローごと誰かの車借りればいいじゃん。出るだけじゃなくて勝たないと多分意味がないって。はい。とりあえずエントリーだけ行きます。はい、それでは時間になりましたのでスパートクラス始めていきますよ。関根さんと坂本さんのヒートからです。予備予選からプラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは関根ワイド、坂本。はい、関根さん OK です。本日最速的なワイド 8.784 秒。ありがとうございます。さあ、関根さんは1ラップ8秒350が時計回り記録として残ってます。はい、そうです。坂本さんはこのクラスのコースレコードを持っています。7秒917。もう一回言う、坂本さん。このクラスで7秒台出しているのは坂本さんと栗さんです。はい、ポンダー2人とも OK です。練習時間が残り20秒。
2分走って1ラップ。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は、関根ワイド、坂本。誰かに借りるしかないでしょ。はい、それではスタートします。関根さん、坂本さんの順でスタートしてください。2分間のベスト1ラップだけ取ります。レースを開始します。関根ワイドスタート。坂本スタート。はい、計測開始。関根さんが9秒38、坂本さんが8秒62。さあ、関根さん8秒65。今のところ坂本さんがベストタイム出しています。関根さんが100分の2秒差で追っている。さあ、坂本さんトップタイム更新8秒48。8秒465、坂本さんが100分の2秒差で追っています。さあ、折り返しの1分経過、残りが1分。関根さん、さあ、ここで坂本さんトップタイム8秒395。関根さんとのタイム差100分の7秒です。さあ、残り間もなく30秒。さあ、坂本さんタイムを伸ばす8秒180。さあ、残りが15秒。さあ、関根さん、もう一周できるかな。これが最終周です。関根ワイドゴール。はい、ここでゴールです。坂本さん8秒180、関根さんが8秒465でゴール。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは2組目、ラスタさん、歩夢くん、久保さんのヒート。そうです、2分走ってベスト1ラップ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはラスユータ、アム、久保に。さあ、久保さんはこのレース時計回りは今回初出場です。ラスタさんは1周8秒590が記録として残っています。目指せ8秒590。前出してます。出てる。うん、はい。走行用バッテリーをプロポに。プロポのバッテリーかな。なかった。はい、久保さん OK。はい、ラサさんも OK です。やっぱだね。フェアリングぐらいすぐ終わるでしょ。でもほら、ICS の設定も。ああ、そういうこと。了解です。君は初戦一発だけでも DQ 取るからな。すげえプレッシャー。13.27。そんな甘くないと思うよ、さすがに。さあ、練習時間が残り1分です。19.49 9.98。 充電できてない。 13.48 15.47。 電源入ってるの、ちょっと
何は入ってる。13.15。はい、それではそろそろ行きましょう。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。出走順ラスタさん、歩夢くん、久保さんの順でお願いします。一応コール入りますけど、ラスタさん、歩夢くん、久保さんの順でお願いします。それでは行きます。レースを開始します。ラスユータスタート、アムスタート、午後にスタート。はい、計測ライン通ってから計測ライン大丈夫です。はい、計測開始。2分間のベスト1ラップだけ取ります。さあ、ラサさんが9秒23。久保さん1周目は14秒台。さあ、久保さん11秒0、ラッサさんが9秒19。さあ、久保さん10秒07。なんか音がおかしいね。バッテリーがやばい。さあ、久保さんが走るごとにタイム更新してくる、10秒705。さあ、ラッサさんはバッテリーが終わってしまったようです。残りが1分。本当にギリだったんだ。さあ、久保さん10秒618、残りが間もなく30秒。さあ、久保さん前回のレース半時計では強制的に出場させられ、最終的には9秒8まで出てます。残りが間もなく10秒です。おっと、諦めた。ここで終了。はい、ラストさんが9秒19、マシンを回収してください。でゴールです。プロポの設定がおかしい。後で見ようか。あ、トマトどうしたの。はい、それでは予選一組目はラスタさん、久保さん、歩夢くんでやっていきます。じゃあ4時20分から予選スタートします。4時20分、ラスタさん、久保さん、歩夢くんからいきます。 MM 用 RM 用じゃなくて RM 用で MM 用でも構成です。 RM 用なら残ってるんで大丈夫なの。ただこのゾーパーで、うん、ゾーパーで多少その位置の調整はしやすいので、あとは高さ、高さの重上げ、うん、それは調整してやらないとダメかもしれないけど、そのゾーパンの青じゃない。なんでじゃない。あ、そうです。はい、オッケー。これ、どんなんだ。いや、わかんないです。これ、加納さん、キーホルダーのナンバーと一緒。自分と一緒なの、これ。これナンバー。おお、すごいな。これいいよ。忘れないで。確かに。でも盗まれちゃう。あ、そうかそうか。ロシー、ロシー。バレちゃう。ロシー、ロシー。ニス？ニスニス。ロシー。あ、これでいいのか。うん、ちょっと ICS 見てこう。どれだ？三か。いらない。ジャイロなんかあってもなくても。
はい。よしよし。まあ、教習課題だから。最終的にタイヤがねえとか言いますね。うわ、ボディがねえとか。え、言えまた今度ニコロムのレースとニコロムで出れねえ。僕のために来てくれたの。僕のために来てくれたの。ニコロム出れねえ。毎週じゃなくて出れねえ。これ、ポッキーマン。あれ、これは衛星ビギンのやつは。もう変わってるよ、そこの。貼ってるやつ。これなんか、カモさん、カモさん。これなんかペアリングの仕方変わったんですって。こういうの。通電してない。点灯しないんですよ、点滅で。現状？現状入ってる。黒丸がついてる。ちょっと通電はしてるから。ああ。なんで衛星モードがないの？なるなる。これ。ちゃんと動画ボタン押せてないんだよ、それ。危ねえ危ねえ。レースはもっと出てねえんじゃないの、かもしれない、ね、うん、はい、予選1回目。予選2回。
はい、それでは今度は3分で何分2回の8分決勝1回、そうそうそう。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。はい、それではポンダーの確認お願いします。コースをオープンします。出走ドライバーはラスユータ、クボニ、アム。全部俺アム君のこのポンダー拾ったの俺なんだけど。ポンダー？ポンダー？そこら辺落ちたやつ。ああ、そうなんだ。頼んでないんですけどみたいな。そうだよ。はい、久保さん OK、 ラサさん OK です。はい、全車ポンダ OK。 さあ、ラサさんはこのクラスは20周1秒残っています。69。あゆむくんはずいぶん前だけど20周6秒というのは記録として残ってます。ハン君だけセルフマーシャルだからね。その靴のまんま上がっちゃダメだよ。あ、脱いで、脱いで。49.16。31.13。 はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。スタートラインそこなんでね。出走順、ラスタさん、久保さん、歩夢くんの順でお願いします。それではスタートします。3分間です。3分間、はい、レースを開始します。ラスユータスタート、久保にスタート、アムスタート。はい、全車計測開始。さあ、1名ラストさん10秒2、歩夢くん8秒7、久保さん11秒4。さあ、歩夢くん8秒554。さあ、歩夢くんの8秒554は自己ベストです。さあ、ここでラスタさんトップかな。いや、まだ歩夢くんがトップです。ラスタさん、久保さんと続く。さあ、ラスタさん9秒37、歩夢くんが8秒546、これは自己ベスト。久保さん10秒24。さあ、ラスタさん8秒台入ってきた。8秒88。歩夢くんのドライブスクールが始まってる。さあ、ラスタさんがタイムを伸ばしてくる。8秒74。すげえ。すげえな。さあ、1分15秒経過です。現在トップ歩夢くんです。ちょっと待ってね、外れちゃった。さあ、歩夢くんが現在ラスタさんを2番手、ラスタさん1周ラップしてトップです。さあ、歩夢くん8秒335、これは自己ベスト。さあ、歩夢くんこのままいくと自己ベスト20周6秒を軽く超えてきそう。さあ、歩夢くんが8秒326、自己ベスト更新。さあ、歩夢くんが8秒250。さあ、ここでこけた。ただ順位には全く影響ないでしょう。残りが50秒。さあ、歩夢くん21周ペースで走っていたが、まずここは20周5秒ペースに落ちる。それでも自己ベストペースです。さあ、残りが間もなく30秒。さあ、現在トップ歩夢くんが17周から18周目に入るところ。ゴール予想は21乗るか乗らないかギリギリという予想。
残り15秒さあトップのマシン19周目に入った。さあ犬くんここでベスト8秒124、20周目に入っています。アイムくんゴール。ラスユータゴール。ラサさんゴール。クラスシミュレーション。アイムくんがトップ20周1秒。ラスさん18周11秒。久保さんが14周17秒でゴール。君には勝てないよ。君が一番だよ。マスターさんが、ベスト君、久保さんが10秒088。はい、それではこのクラス予選2組目コースオープンします。よいしょ。坂本さんと関根さんのヒート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。あと出走ドライバーは坂本、関根ワイド。はい、久しぶりにリード使ったらなんかすぐなくなった。ああ、寝てるのかな。うん、かもしれないですね。はい、関根さん、ポンダ OK です。なんか、アイムくんの車あそこにあるいろいろと天然ぶりを相変わらず明日ですよ。あれ、もう終わっちゃったよ。終わりました。怪しいね。おかしいな。うん、なんかここに置いてあるけど、これ捨ててあるのかな。それなんか見た目が違いますね。うんうん、見た目が。おかしいですよね、彼ね。やっぱミスパーティクラスのスピードレンジが速いです。目が薄かった。青いシャツの少年はちょっとやっぱおかしいですよね。ニュータイプだ。ニュータイプだ。ニュータイプだ。ピーンって言う。はい、坂本さんも OK。 ちょうどシミュレーションなんじゃん。ブラックキス終了です。はい、スタートラインに来るです。レースを開始します。あ、間違えた、ごめんなさい。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それではスタートします。出走順、坂本さん、関根さんの順でお願いします。それではスタートします。レースを開始します。坂本スタート、関根ワイドスタート。はい、このクラスコースレコードはクリクリさんが持っています。20周の1秒。さあ、関根さんが1周目からクラッシュしてしまった模様。1周目、坂本さん11秒2、関根さん12秒9。さあ、2周目、坂本さん8秒5、関根さん8秒8。さあ、先ほどの1ヒート目、歩夢くんは20周の1秒、これが現在トップタイムです。さあ、坂本さん8秒42、関根さん8秒71。さあ、坂本さん8秒34。
さあ坂本さん8秒28、坂本さん1周目のロスを取り戻しています。21周ペース。おっと坂本さんがミス。さあこの周12秒台。さあ関根さんが 0.7 秒差で2番手。さあこの周関根さんトップに変わります。関根さん8秒68ベスト。さあこのまま行くと2台とも歩夢君のタイムを超えられないという予想。折り返しの1分30秒経過。関根さんトップです。 0.8 秒差で坂本さん2番手。さあ2人ともゴール予算20周3秒です。さあ関根さんが坂本さんをかわして見た目にもトップに変わります。8秒83今の周。さあ残りが40秒。さあ関根さんがゴール予想ほぼ歩夢君と一緒という予想。さあここでベストを関根さん8秒627残りが20秒。さあ関根さんがここでトップタイムを塗り替えるという予想に変わりました。残りが10秒。さあここで3分。関根ワイドゴール。関根さんゴール。なんと関根さん最終周にミス。レース終了です。マシンを回収してください。1秒6。坂本さんが20周8秒でゴールです。1回目トップは歩夢君でした。ショットって受けるんですか。いやなんかで曲がってる。曲がってるね。まっすぐ走んなくて今日デフ組み替えても。本当？シャフトは曲がってないでしょ。曲がってないですか。まっすぐ走らないって。どうやって切ったっけ。あとはね、まっすぐ走らないのに今後時間かかりますよね。シャフトは曲がってないでしょ、ね、うん、このマウントはどうなんだ。このマウントも全部ネジ全部一回緩めて台の上でもう一回組み直しをしてやるような感じ。ジャイロ設定とかジャイロついてないですよ。あ、ジャイロなしか。ジャイロなしか。ジャイロ売ってなかったんですか。買いに行ったんです。あれ矢野さんともなかったんじゃない。今売り切れちゃう。ない、うん。まっすぐ走らない。俺も使ってみますか。ああ、ざっくりとは。とりあえず、あ、なんかマイクもあるんじゃないですか。あ、切れた。あ、切れてる。ごめん、切れた。ありがち。俺も変えましょう。あ、それはハンダネつけのことだね。あ、そうか。ちょっと今日は僕のケースだ。ケースだ。いや、今ジャイロで外そうかなと思ったら。なんかちょっくり走れるな。大丈夫？はい、はい、それでは準備できたら予選2回目始めましょう。歩夢君、久保さん、ラスタさんのヒート。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。
コースをオープンします。出走ドライバーはアム・クボニ・ラスユータギリだからね。予選の組み替えしなきゃダメなんじゃない？最終予選でしょ？そう、これ最終予選。予選の組み替えしない。ああ、そうです。する？する？ちょっと歩夢君の方に上がるのか。じゃあ、ちょっと待ってもらえます？これを。俺らの引いて入る。あ、本当ですか？じゃあ、俺らの引いてじゃなくて、一人下がるんじゃない？できるわ。あ、じゃあ俺が出ようか。じゃあ歩夢関根坂本で行こう。19.73。それは面白い。俺こっち今、俺もう準備できてるんで。もうでも作っちゃった。うん、大丈夫。これストップ。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は、アム、クボニ、ラスユータ。そういうこと？ダメ止めあれ。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはラスユータ、クボニ。はい、全車 OK です。はい、それでは行きましょう。プラクティス終了です。それではスタートします。ラスタさん、久保さんの順でスタートしてください。それではスタートします。レースを開始します。ラスユータスタート、久保にスタート。はい、計測開始です。ラスタさんは先ほど18周11秒、久保さんが14周17秒でゴールしてます。ありがとうございます。そのマーシャルの成果はちゃんとじゃんけん大会に参加できるっていうさあ、1周目は久保さんがトップです。2番手ラスタさん、さあラスタさんが9秒82。さあラスタさんが9秒154。タイヤ変えたでしょ。さあラッサさんが8秒台、8秒936。久保さん10秒550。デフ？時計は折り返しの1分半経過。トップはラッサさん、9周目走行中。時計はここで2分になります。残りが1分。はい、ありがとうございます。さあラッサさんは19周も狙えるペース。さあこの週ラッサさんゴール予想19周に勝っています。さあ久保さんも予選1回目のペースは
超えてくるという予想。残りが30秒。サラッサさんが17周目。残りが2周。残り15秒。18周目入った。サラッサさんが19周目に入ったところで、ここで時間です。久保にゴール、久保さんゴール、レース終了です。マシンを回収してください。超えてきました。ラッサさん19周6秒、久保さん14周2秒でゴール。久保さん、タイヤ何でしょ。タイヤ変えましたね。これ何でも、でもオフセットちょっと曲がんなかったから変えたんですけど。はい、それでは予選の最後、歩夢くん、関根さん、坂本さんのヒート。あ、でもそれはほら、表彰だから。はい、それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはアム、関根ワイド、坂本。痛め止めあれですよ、歯、あのロキソニンって薬、あれ効きますよ。ああ、もらってます、もらってます。でもあんまり飲んじゃやばいでしょ。そのはね、調整所から。そう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 。あれ、胃薬と一緒にもらってないですか。ロコスターと一緒に。あ、俺も全然、あの痛み止めは全然平気だから。いやいや、普通ロキソニンって大体ロコスターと一緒に出すんですよ。その腸閉塞とか起こさないための胃薬と一緒に出すんですよ。ボルタレンでも出してるよ。ロキソニンか。あゆむくん出番ですよ。あゆむくん出番だよ。はい。ブレイズスタートしよう。もうスタートだよ。スタートスタート。もうそんな勝ったら。責任さんに失礼だよ、そんな。いや、ありがとうございます。全然、僕は。ラッキーでもダメダメ、そんなの。計画に行かないと。さあ、ここはかつてシリーズチャンピオンを取ったことがある3名です。歩夢くんが20周1秒、関根さんも20周1秒、坂本さんが20周8秒です。ワールドチャンピオン大会だ。誰もいないスピード取ったもんですから。はい、とりあえずポンダーだけお願いします。坂本さん OK。はい、全車ポンダ OK です。練習時間残り10秒ちょいです。これ聞きますよ。で、はい、席男なの、ノーマルビールじゃん。アブラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番。はい、それでは出走順、歩夢くん、関根さん、坂本さんの順です。それではスタートします。3分間、レースを開始します。アムスタート、関根ワイドスタート、坂本スタート。さあ、全車スタートしました。さあ、1周目トップは関根さんです。9秒1。歩夢くん11秒台、坂本さん10秒6。2周目、関根さんが8秒6、歩夢くんが8秒4。
さあ現在トップ関根さんです。2番手歩夢くん、3番手坂本さんです。あ、ごめんなさい。さあ関根さんトップ、2番手が歩夢くん2秒差です。3番手坂本さん1周の差がついています。歩夢くん8秒38。さあ歩夢くんが転んでいる。これで関根さんトップ、さらに差を広げそうです。2番手との差が6秒8。はい、はい、ここで歩夢くん残念リタイアです。ヒートのベスト8秒381を出していたが、さあ関根さん8秒55、坂本さん8秒53。さあ現在トップ関根さんです。今折り返しの1分30秒経過したところ、関根さんが1人12周目に入ったところ、坂本さんがこれで11周目。関根さんベスト8秒495。残りが1分です。関根さん21周ペース。さあもちろん関根さん21周で帰れば TQ 確定です。残りが40秒。坂本さんベスト8秒473、関根さん8秒424、関根さん、坂本さん8秒434。さあ残りが20秒です。さあ関根さんが20周目に入ります。残りが13秒。余裕で20周入れてきそう。大時計ここで3分です。関根さん最終周、坂本さんもう1周できるかな。坂本さんこれが最終です。関根ワイドゴール、関根さんゴール、坂本ゴール、はい、ここで関根さん21周5秒、坂本さん20周7秒でゴール。レース終了です。マシンを回収してください。 TQ は関根さんです。予選2番手歩夢くん、3番手坂本さん、4番手ラッタさん、5番手が久保さんです。はい、決勝は8分間全員でやります。じゃあ55分決勝行きます。はい、お疲れ様です。来週はじゃあ仕事、はい、仕事終わりして、了解です、お願いします。お疲れです。お疲れです。
はいはい、どうぞ。パルキさんが協調体でグイグイ言わしてますよ。パルキさん上手だから。じゃあニフテックのやつかな。そろそろ準備できた？はい。あれ充電してなかったですよね。何？充電してなかった。わかんなくなって。あ、いや。やばい、やばい。ずっとリフェでやってたから。やべえな、これ。あ、それあるかもしれない。8分持つかな。充電してるつもりのやつを入れてるんですけど。もう準備できたら行きます、はい、そろそろ準備ができましたら決勝レース始めていきます。立ち位置は予選の成績順で決めてください。関根さん、歩夢くん、坂本さん、ラッサさん、久保さんの順です。Thank you.
結構怖い顔してるんだけど。いや、似合ったかも。あ、見ちゃった。2回目だよ。やべえ。マスターさん、早いね。はい、それでは、コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は、はい、ラッサさん、オッケー。2分。コースをオープンします。出走ドライバーは、関根ワイド、アム、坂本、ラスユータ、久保に、ハンデなくなっちゃいました。はい、とりあえずポンダーだけ通してください。はい、坂本さん OK。 セプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタッカースタートの順番は、関根ワイド、アム、坂本、ラスユータ、久保に。はい、OK です。ラッサさん、練習大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ並べてください。ストレートのところに赤いテープが貼ってあって、赤いテープ、外側に CRC って書いてあるってことも、でよく1とか2とか書いてあるんですよ、テープのところ。あ、はいはい、1番が関根さん、はい、そうです、実家でいいです、はい、で、あゆむくん、坂本さん、ラスタさん、久保さん、早くも言い訳合戦が始まっています。はい、それではスタートします。フライングに気をつけてくださいね。8分間です。レースを開始します。よしよしよし、戻ったか。さあ、なんとおっと荒れています。1周目、1周目トップで帰ってきたのは坂本さん、あゆむくん、ラスタさんですね。そして関根さん、久保さんと続いてます。さあ、まずは坂本さんがトップを行く展開。すぐ後ろにあゆむくん。さあ、ここであゆむくんのミス。坂本さんに AB が取れる。さあ、坂本さんが8秒最長出してトップを走っています。2番手歩夢くんが4秒差。さあ、3番手関根さんが歩夢くんのすぐ後ろ、4番手ラッサさん、5番手が久保さんです。さあ、この中でタイムを出しているのは坂本さんですね。8秒277、全体のベストが出ています。さあ、久保さんの後ろからトップのマシン、はい、ありがとうございます。続けてラッサさんの後ろからトップのマシンいきます。さあ、ゆむくんは2番手、3秒8の差。関根さんが0秒9後ろにいます。さあ、ゆむくんは8秒31。
さあ坂本さんが8秒21ヒートのベストを出して逃げています。レース前には言い訳が始まっていた坂本、おっと坂本さんちょっとミスったが順位に変動なし、歩夢くんが 3.3 秒後ろ、関根さん8秒65、ラッサさんが9秒07、さあ、ゆむくんが徐々に近づいてくる、ヒートのベスト8秒20を出しています。トップとは3秒ちょうどの差。さあ、この週一気に差が詰まった、1.3 秒。坂本さん、ミスってましたね、前の週。さあ、関根さん、3番手は前2台と 1.7 秒差。さあ、迫ってきました、1秒切った、トップ争い。関根さん8秒48。はい、ありがとうございます。さあ、トップ争いはぴったり後ろについてきている、 0.5 秒差。3番手関根さんがトップ集団と 3.6 秒。タイヤが取れている。はい、ありがとうございます。はい、おっとっと、はい、ありがとうございます。回収終了。残念、久保さんここでリタイア。さあ、坂本さんなんとか粘っています。トップ守っている。 0.9 秒差。3分経過、残りまだ5分あります。はい、ありがとうございます。ラッサさん、さあ、ラッサさん挟んでトップ争い。さあ、24周目に入ったトップ争い、 1.3 秒差。さあ、関根さんの後ろからトップのマシン来ます。3分30秒経過。さあ、再び歩夢くんがトップの追いかかる、 0.6 秒差。関根さんクラッシュで、これでトップ2台が抜き出ました。 0.6 秒差でトップ争い。4分経過、残り4分。さあ、坂本さんは1周目からずっとトップを守っています。このまま逃げ切れるか。 0.6 秒差。さあ、ぴったりついてきた。さあ、ここで坂本さん8秒203、全体ベストを出てます。さあ、ここで歩夢くんクラッシュ。さあ、関根さんがこれで歩夢くんと同一周回戻ります。俺はでも見ていたスタートでこの坂本さんのワープをワープした？ワープしたの？ワープしてた。ワープ企画が出てるわ俺はちゃんと見てた今ここでマジですか皆さん、まるで見てない見てない、あ、見てない。いや、後でビデオで審査します。さあ、時計は5分経過しています。トップは坂本さん、2番台の子は 4.9 秒差。さあ、関根さんは歩夢くんまで7秒3、ただまたラップされそうなところまで歩夢くん来てます。さあ、ここでベストは歩夢くん8秒914、全体ベスト。さあ、歩夢くんが関根さんの前に出てますね。さあ、トップ争いは 5.2 秒差。ここで時計は6分になります。残り2分。さあ、この週坂本さんが8秒8で回ってきている。歩夢くんがちょっとミスった、10秒台。歩夢くん再びミス。
さあこれで坂本さん全社ラップですね。45周目に入っている。残りが間もなく90秒。はい、関根さんありがとうございます。さあここで歩夢くんが今日のトップタイム、全体のベストタイム8秒110。さあ坂本さんをかわして再びトップ争いは同一周回に戻っています。坂本さん見せて、誰かの心の声が聞こえてきた。さあ残りが間もなく1分。これはこのワイクしかペナルティーがありそうだな。さあ残りが50秒。さあ残りが間もなく30秒。残りが20秒。白いマシン坂本さんが54から55周に入ります。合流差は56です。さあ残りが10秒。さあ坂本さん、これが最終周、大時計はここで8分です。関根ワイドゴール、アムゴール、歩夢君、関根さん、坂本さんゴール。なんか自分で。はい、全社ゴールです。優勝は坂本さん、2番手歩夢君、3番手関根さん、4番手那須さん、5番手が久保さんでした。レース終了です。マシンを回収してください。今55周1秒ベストが8秒110。はい、それでは1回で03のフロントスプリングセット、はい、全員いきますよ。優勝者の方のコースで最初はグー、じゃんけんぽグー、グーの勝負は、じゃあ3人、あれ、2人また2人、準決勝、はい、関根さん、じゃあ N6 出るのは関根さん、斉藤さん、三浦さん、坂本さん、あれ関根さん入ってるな。アナスタさん帰るの？あ、私はね。了解。久保さん N6 持ってないんだっけ？持ってないです。持ってない。了解。明日のレースが本命なんで、これ。ただほら、アミちゃんタイヤで全然グリップするから気持ちがいいです。来週。まあ来週じゃなくてもいいよ。来週、あれ来週って何なんですか？来れる時に、これが来ないかもしんねえし。
さっきのじゃあちょっと審議のほど見ますか。多分遡って見られるはずだから、どちらかって最初スタートでしょ、はい、これが終わったところだよね多分ね、この辺でね、どちらかっては。これね、そうだね、2人が遅れてきて、これがスタートするところだ。スタート直後一周目ぐらい、1周目本当に鍵側の全日本の代表権取れる。あ、これで今フライングしちゃってる。2番手だね、今ね。はい、恥ずかしい。そう。いやいやいや、恥ずかしい。あ、そういうことか。あ、坂本さん、これはダメです。坂本さん、ものすごい、ものすごいワープしてます。これはこれで僕がクラッシュして、で、ね、で関根さんトップでドーンと当たっちゃって、ああ、これはダメだよね。せめて関根さんを前に行かせてもまだ。坂本さん、これちょっと考えておきます。面白い。そういうことか。これは閉じて。よく流れるの。まっすぐ走らせられるな。あれ、じゃあ坂本さん、このペナルティは次回7枚ピニオンかな。出たな。よし、参加者一人増えた。難しいよ、これ。それをこの子はああいう風に走らせてたんですか。そうですね。おかしいですよ。でも頭を黙んなくて。あ、こたは3つぐらいあるかもしれない。あの3つですって。赤6で。あんな早いの使えないから。いや、全然老6なら、多分これより遅い。斉藤さんなんか持ってる。俺もそう言っとけなかった。0.1 秒でバレる嘘。本当昭和なるとつくっていう。出るんです。まあまあ。いい声で。これぐらいでどうだ。うん？どうするかもか。スパイラルチュール。重そう。重そう。重い。スパイラルチューブ。スパイラルチューブ。はい、それでは続けて N6 の何でもありクラス、こちらは予備予選は1人ずつ30秒でやっていきます。順番、関根さんからいきます。関根さん、斉藤さん、三浦さん、坂本さんの順でいきます。じゃあどうしよう、何分から始めます。あ、いや、ピンだったらすぐ行っちゃう。すぐ行っちゃう。はい、それでは行きましょう。ちょっと待って、今こっちを書き換えないといけないか。何でもありありなんですよ。青い予想したハモンタ試験的なレースだと思う。
入ってたロータをアウトにして回転数がどうか。なんで6000いくかな。考えたことがある。いいですね。